join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. 田尻俊明のいかがでしょうか。あら、ささやいたわね。田尻俊明さん、イニシャル TT が感じたこと、気になったことをお話しします。はい、TT、はい、今日はどんなお話でしょうか。ですね、はい、今回のいかがでしょうか。緊張上がり症みたいなやつですね。これについてお話をしていきたいと思います。緊張について、ある企業のね、社長さんが大勢の社員の前で、今後の会社の発展を願って、えいえいおーと本来は言わなきゃいけないところがあったんですよ、はい、上がったんでしょうね、多分緊張したのかな、今後の会社の発展を願って、えい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 を3回繰り返したっていう。いや、いいんじゃない？もうその社長さんも、ね、みんな全社員はね、おを待ってるんですよ。いや、えいって言いたかったのよ。そしたらいきなり、えいいや、そんな決まりはないから。こうやってね、いいんじゃない？人って緊張してる時に何を言い出すかわからないということってあると思うんですよ。いや、もうちょっと待って、原点に立ち返って、はい、社長さん、みんなでもえいえいって言わなくていいじゃない、もう。いやいやいや、一応ね、こう活気よく行こうかって気合いを入れたかったのね。気合い入れたかったんです。そうえい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 だったでしょうね。そう例えばアナウンス学校とか、はい、話し方教室に行かれている方で多いのが、まあ、緊張を取りたいという悩み抱えている人って多いんですよ。結構聞きますよね。聞くでしょ、はい、で面接とかスピーチでせっかくいい内容なのに緊張してしまって、うまく相手に伝えることができない方って本当これもったいないと思いませんか。そうですね。でそこで今回は緊張をほぐすためのちょっとしたコツというのをお話ししていきたいなと思うんですよね。はい、サイさんどうですか。緊張はするタイプですか。僕から見ると、いつもね、こう何て言うの、堂々としていてキラキラ笑ってて、本番始まる1分前で食事をしてて、熱いものなのによく我慢してこの人咀嚼して飲み込んでるなということを今ですね、飲み込まずに今ボロッと言ってしまったんですけども、あなた私を何だと思っている。いやいや、なんとなく分かってますけど、緊張してないでしょ。緊張する人もそんな1分前まで食べられないでしょ。だって抑えるためにあえて演出よ。自分を緊張させないためのテクニックよ、これは。いやでも緊張はしますよ、やっぱり。本当に？以前、うん、お相手でね、樋口清則さんがこのコーナーを担当してらした時に、はい、哲学の中で緊張なんてしなくていいという回があったんですよ、うん、そこでもこう緊張について語ったことがあるんですけど、あのね、緊張はしすぎる必要は本当にないと思うんです、うんうん、意外とこうちょっとこう気合が入るというか、うん、緊張、適度な緊張をすることで自分が思っている以上の力を出せることもありますが、うんうん、なんで緊張するんだろうって考えたことがあるんです。お、考えた、はい、うん、どうしてこんなにドキドキするの、うん、ここぞっていう時に、うん、突き詰めて考えていくと、うん、自分をよく見せたいとか、うん、上手と思ってもらいたいとか、そういうね、いらんことに気がいってたんですよ。なるほどなるほど。だからこそ、うん、緊張してしまって、その力が出せるんだろうかとか思ってしまってたと思うんです。なるほどなるほど。だから本来やるべきことに集中できてないという証ですよ、うんうん、だからもっとね、集中しようと思うようになったんですよ。それからもう全然緊張はって言いながらね、そんなにコントロールできるもんでもないかもしれない。まあね、難しいですよね、はい、自分をコントロールするっていうのはね、今日のテーマじゃないですけど、今話してるそのサイさんの姿って先生に急に見えてきたんですけど
なんとなくそういう先生いるなと思いながら聞いてたんですけど、田尻くん、うん、ごめんなさい先生、ごめんなさい、田尻くん許して、もう本当お願い、田尻くん、もうみんなまで言わないでお願い先生、立ってなさい、うん、ごめんなさい立ちます、ダメダメダメ、座って座って、緊張というのはですね、帰っておいで、あ、ごめんなさい今戻ってきました、はい、早速ご紹介していきたいんですが、緊張これ誰にでも起こりうる自然な反応なんですよね。もちろん僕だって緊張しますし、でするしますよ、そんないつもバクバクしてますよそれ、はあ、本当に本当に、で心とか体が張り詰めた状態である緊張には自律神経のバランス、これがね非常に関わってきているということなんですね、はあ、で普段は交感神経と副交感神経が適度なバランスで働いているんです、うん、で不安を感じると交感神経が優位になってしまって、はい、その結果筋肉が緊張して震えたりとか、顔が赤くなったりとか、心臓がドキドキしたり汗をかいたり、体に反応が出てきてしまうということなんですね。 でもそうそうだからか、うん、いやうまく見せたい、それができないんじゃないかっていう不安が緊張につながってるってことですよね、うん、そう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 、もう本当そういうことなんですよ。で具体的に緊張の原因はね、簡単に言っていくと、はい、まずね今言っているように完璧にやらなきゃというプレッシャーを感じてしまうということ、はあ、緊張する人は人前で話すときに失敗することは絶対にダメだと、うん、自分自身に自己暗示をかけているケースが非常に多いんです、はあ、だから完璧にしなくちゃいけないという思い込みがかえって失敗につながっているようだということ、はあ、これは一つの原因、はい、でもう二つ目、非日常的な空間にいるから緊張してしまう、はあ、まあ、例えばこのスタジオ、ねえもうそうですよ、あのガラスの向こうにはねスタッフとか皆さんがいて、で、こうシーンとした中でねマイクの前で話すし、ね、そうそうそう、そういうのもそうだし、はい、まあ緊張して話せない原因、プレゼンとか、ステージに立ったりなどの場所は普段自分が立つことのない場所だから緊張してしまう、うんうんうん、いつもの場所で雑談であれば口が滑らかに動くのに、そうやってプレゼンとか登壇といった場ではいつものような力を発揮できない、非日常的な空間にいるからっていうこともあるんですね。一つはだから、うん、オリンピックのメダリストが以前話をしていたんですけどね、うんうん、オリンピックとい もう大事な場で自分のベストパフォーマンスをするためには、うん、はいはい、もちろん変な緊張ってしない方がいいでしょう。体も硬くなるし、うん、思ったような演技とかねそういうものができなくなるから、うん、はい、彼らがどんなことをするか、緊張しないために、うん、ものすっごいもう緻密なイメージトレーニングをすると。あ、それもね、あのただ演技をするときを想像するのではなく、うん、まず朝から起きて会場に入って、うん、着替えて準備をして、でなんなら演技をし終わった後そのステージから降りて表彰台に上がる、そこまで全部イメージするんですって。そうすることで、うん、初めてっていう空間だと思わないと、うんうんうん、なるほど、そう、あ、今までやってきたいつもの通りだっていう感覚になれるんですって。うん、そういうことで緊張を抑えいつも通りの演技、うんうん、パフォーマンスができるようにと。だからやっぱりね、初めてっていう空間ではなかなか力を発揮するのは難しいんだと思う。そうですよね、まあ、本当に不安な人はちょっと事前に早めに入ってね、その会場とか様子を見て、見るとか、あとそのステージに立ってみたりとか、そう、そういうイメージトレーニングっていうのもね、大事かもしれませんよね、はい、で、3つ目は、過去の失敗経験がトラウマになっている、そして、まあ、緊張してしまう人もいると。まあ、大体この3つなのかなというふうに思われるんですね、はい、ではここから緊張を取る方法いくつかご紹介していきたいと思います。そこよそこ、ね、はい、これはね僕も本当に大切にしてるんですが、準備が大切思いません、サイさん。これ資料も丹念にしつこいくらい作る。サイさんも放送前ほらギリギリまで、あとはなんか食べてました。いや、いいえ、やっぱりいいえ、そんなことは見るたびに食べてるんですよ。そんなことはない、何かを咀嚼してるんですよ。そんなことはない、僕はねそれをね飲み込めないんですよ。いやいやいや、そういう意味では、あとはですね、リハーサルやイメージトレーニング、今おっしゃったように、ほらほらほら、やっぱりそうなんです。で緊張しない方法の一つとして、何十回もリハーサルとかイメトレ、カラーで想像できるくらいに想像してみると、はい、で失敗したらどうしようという恐怖心が大きいのが緊張する人の特徴的な心理なんで、1回や2回の練習で満足せずに慣れるまで繰り返し、行ってみると、
するとだんだん、ね、安心してくる、安定してくるということなんです。そして何回も練習しておくことで、うん、これだけ練習したから大丈夫っていう自信にもつながるかもしれませんね。そうなんです、うん、あとねこれね本当さゆちゃんの言ってる通りまさにそのことを今からね、お伝えしますが、はあ、ベクトルを変えるってことなんです、はあ、矢印ね、ええ、自分のパフォーマンスがとても安定していて緊張していないときは自分から相手に向かってベクトル矢印が向いてるんですよ気持ちが、うん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 、詳しく説明すると相手にこれを伝えたいとかねもう聞いてほしいという状態になっているときはあまり緊張しない人が多いんです。なぜならば意識がね向こうに向かってるから、はい、逆に自分から相手から自分に矢印ベクトルが向いてしまったときはこの人は私を一体どう見てるんだろうとか私が失敗して変に思われたらどうしようと見られているという受け身の意識が強くなっている。すると不安とか恐怖を感じて緊張してしまうということなんですよね。なので、はい、相手に好意を持ってこの好意っていうのがポイント、うんうん私敵じゃないんだと、うんうん、好意を持って私はこれを伝えたいんだ私の好意ポイントを知ってほしいと自分から投げかけるようなイメージで話したりパフォーマンスができるときはまあそれほど緊張していないということなんですよ。はあ、これはどうでしょうか、ね、納得納得腑に落ちる。実際の経験の中でありません？そういう経験っていうのは今言われてみてふって思い出したのが、うん、就職活動の面接。ああはいはいあれ緊張するね、だけど、うん、なんとかこう綺麗に言わなければみたいな意識があったときは硬かったと思うんです、うんはいはい、終わった後も自分らしくなかったな、なんとなく教科書に書かれたような、うん、もう決まりきった言葉を覚えてそれをただ言っただけだったなって、うん、こう気持ちが全然乗ってなかったなって思いました、うんうんはいはい、そういう時は緊張もするしなんだかうまくいかなかったし、うん、あもう言いたいことも言えなかったと思ったんですけど、はいあなんか私語れたかもしれないというか、うんうん、ただもうこういうことがしたいんだっていう思いをぶつけられたって思った時は、うん、あんまり緊張もしなければ作った自分じゃなかったなと思いました。あ素の自分がこうちゃんと見ることができてるっていうだから見せてることができてるというきっとね、うん、よく見せようみたいな意識がもう全くなくなって、うん、今の自分の思いをとにかく相手に聞いてほしいし伝えたいっていう思いが優先してたと思う、はいはいはい、その時はあだと結果緊張せずにそうそう緊張しないし、自分らしくいられるからちゃんと気持ちも届くので、うんうん、結果こううまいこと進んでいくというか、うんうんうん、回っていくんですよね。そうですよね。こんな、ね、話を聞いたことあるんですよ。普段は、ね、地方に住んでいるおじいちゃんが、ある披露宴に呼ばれて200人ぐらい来賓がいらっしゃってて、はい、でその時に、スピーチをしなきゃいけなくなったと、はい、よしここはいつもと違って、アナウンサーのように綺麗に喋ろう。普段は方言丸出しの方なんですよね、はいはい、そしたらやっぱり綺麗に喋ろうとか思うともうねガチガチに緊張してしまう。綺麗に普段やれないことをやろうとしたららしくないんですね。そうそうでもね方言が丸出しでも来賓の方はどうでもいいから言い方はあれだけど、はい、来賓の方はどうでもいいから新郎新婦だけにメッセージを送ろう喜んでもらおうと思ったらねスーッとね方言が出ててもめちゃくちゃ伝わるスピーチになったっていう話聞いたことあるんですよ。心に響きますよね。やっぱり対象っていうかどこに矢印が向いてるかっていうのが大切なんだなというふうに思った例題の一つなんですよね、うん、あと究極なことを言って、うん、実は失敗ってないと思うんです。あはいはいはい。何をもって失敗っていうかは、うん、もちろん人によって基準があると思うんですけど、うんうん結局なんかこう次にちゃんとつながっていくような出来事であれば、うん、それは決して失敗ではないと思うし、はいはい、大概のことはね気にしなくていいと思う。そうそう本当そうなんですよ。もうね救急医はねもう死なないからと失敗したところでっておもちゃで。あと私例えばニュースをお伝えするときに、はいはい、変に緊張してしまったときにねよくよく考えるとなぜなんだこんなに緊張するのはと思ったのが、うんうん、うまく見せようじゃなくて最終的にそのずっと記者の、ね、人たちが取材をして、うん、カメラマンが映像を撮り、うん、それを形にしてっていうそういう思いを最後背負って、うん、自分が伝えきれなかったら、うん、全く届かないし自分がミスをしたら違うように伝わってしまうっていうのを、うんうん、
やったらなんか勝手に背負って、うん、あ、背負っちゃった。勝手に自分でこう苦しくしてたんですよ、うん、でもその時にふとなんかこれもどこ向いてんだと思って、うん、そうじゃなくって正しい情報をテレビの前のあなたに届けることが大事なんだって思った時に、うん、その思い背負ってとかそういう話じゃないだろうと、うん、一回自分の中で頭の中整理したんですよ、うん、そしたらすごく落ち着いた。そう、一番大事なことは正しく分かりやすく伝えることであって、うん、そのもちろんそれまでの過程も大事にしなきゃいけないけれども、どこに向いてんだいっていう話だなと思ったの。本当ベクトルのね、そうベクトル大事、ね、あと二宮さんが、うん、二宮和也さんが以前テレビで言っていた言葉をずっと私は思えていて、うん、緊張ってね、こうした方がいいのかしない方がいいのかみたいな話をした時に、うん、ミノって緊張しないでしょみたいな話をされてたんですよ、うん、その時に、うん、緊張はしません、ただ、うん、緊張感は持ってやってます。あ、微妙な、ね、言い回しだけど大切ですね、 そこね。なるほど。だから無駄ないらない緊張はもうしない、うん、必要ないと、うん、ただ現場現場に入るときに緊張感は必要だって、うん、緊張感を持つことで自分が持っている以上の力を発揮できるっていう話をされたときに、うん、いい考え方だなと。なるほど、そこ大切 ね。以上ここまでサイの話し方講座お届けし、いや違うんですよ、途中なんですよ。ここは田尻俊明のいかがでしょうか。そうそうそう、いかがでしょうか、はい、そうです。あと緊張しないためには意識して深呼吸をするとか、あと直前に体をね、こう硬くなってる体をほぐしてみたりとかっていうのが大切、はい、究極のこと言いますよ。スピーチとかでなった場合に緊張しているときは、不安になる人は人前で話すことが分かっているから先に自分が緊張しやすいことを話しておくのがいい。だから今日スピーチ今から行いますが、私緊張しています。もう宣言してしまう、場が和みますよね。すると周りはなんかあったかい目でね見てくれるんですよ。そうそう、そういうことがありますから。例えば会社のプレゼンでも、うん、その最初に今からプレゼンいたします、うん、緊張していますが精一杯伝えますのでどうぞよろしくお願いいたします。もう好感触ね、交換、うん、それはいいかもしれませんね。そうなんです、そういうことをやっていくと今言ったようなことを話し、実際にやってみるといい結果が出るんじゃないかと。最後にねこんなエピソードがあるんです、はい、ある大学生で大手企業の面接でめちゃくちゃ緊張した時にこんなことをやって緊張から切り抜けた学生がいるんですって。その方法が、丸々さんどうぞと案内の方に呼ばれて面接室のドアの前に立ったんですって。そしてねノックをする前に一言小声でコント面接って言ってノックして入っていったら緊張が和らいでうまくいったらしいんですよ。でもそれね、うん、聞こえてたら何って思われますよ。いやいやいや、あのねめちゃくちゃ大きい声でコント面接って言ったらもうアウトでしょそれ。これ聞こえないような感じでコント面接って言って入っていったら気が楽になって、でも間違ってはいけないのはコント面接と言って入っていってはいどうもって入っちゃダメですよ。これはね本当に気をつけていただきたいと思います。それはダメね。ということで今回は緊張について、お話をしてまいりましたが、どうでしょうか、参考になったでしょうか。さゆさんね、今回の田尻俊明のいかがでしょうかはいかがでしょうか。あ、ちょっと待って、その答え前にちょっと緊張してきた。ちょっと今水飲ませて。さゆさんいかがでしょうか。よしよかった。以上田尻俊明のいかがでしょうかでした。ガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊、バッテン少女隊の春野キーナと青井リルワです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。